今トロッコ運転をやってるんで、ちょっとここは受付になってるんですけども、その家の裏側あたりからですね、線路がもう見えます。ここからもう線路が見えますけど、これがコロナイ鉄道の跡ですね。今はですね、こう、家がそれぞれ、一軒一軒になってますけど、この辺も炭鉱住宅街がびっちり続いてまして、正面のコンクリートの3階建てのやつはですね、炭鉱住宅の後、市が買い上げてですね、市営住宅として使われています。右側の山並みもほとんど山と笹なんですけども、あの辺もですね、びっちり炭鉱住宅が上まであった跡ですね。段になる、はい、それではちょっとですね、この内線見てみるのにここで降りたいと思うんですけども、ここ住吉っていうですね、駅があったところで、今でもホームの名残がありますので、ちょっと降りてみてみました。まあ、線路がこの状態で全部つながって残ってますので、正面の山、木があんまりないのがあるんですけど、あれがですね、コロナのずり山です。ずり山何箇所かあるんですけども、まあ、だいぶ削られて形変わっちゃってるんですけども、一番とんがってるやつ。とんがってるところですね。はい。ゆで卵できてたんですけども、だいぶ温度下がってきてですね、下がってくるとやっぱ木も生えてくるんですけども、線路にろうそくを並べて、今日は、イベントはですね、ここの前線だから雪明かりなんで、こっちは、まあ、一つはですね、お盆季節、炭鉱で事故に亡くなった方々のレクイエムも兼ねてっていうのと、この内線をですね、やっぱ空間としてですね、残ってるんだけども、心をこうつなげようっていうので、地域の人方とみんなでろうそくでつなげるイベントやって、トロッコ運行が始まったんでどうしようって言ったので、トロッコ運行してる会社もですね、協力してくれて、その日ですね、夜に1便だけ営業してくれてですね、その光の中をトロッコが走るっていうのは非常に今年やっていただいて綺麗だったです。もともとはこの内側に入れてたんですけど、その代わりトロッコが運行するんで、その外側にっていうのでですね、外側に入れて、はい、そうですね、キャンドルは何か見てて、はい、キャンドルはペットボトルですね、握ったの、あれの上を切ってですね、ろうそくさせて、あれ作るのが地元の人方大変だったみたいなんですけども、はい、やっぱり一番簡易なと、周りにこうバラスですね、砂利があるんで、それ入れてろうそく立てると、はい、立つの、はい、鉄道村